はい、皆さんこんにちは。今日も撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、アップデートが来ましたね。はい、まあ結構ね、大掛かりなアップデートだったんで、まあ今日何をアップデートされたかっていうのをちょっと見ていこうかなというふうに思ってます。結構ね、いろいろ変わったところがあるんで見ていきましょうか。まず、この 1.13 アップデートについてご案内ってやつですね。で、まあアップデート内容を見ていくと、まずスキルシステムが追加されてますよと。なので、まあプロスピで言ったら特殊能力的な感じなんかな。大谷さんとかが打席立ったら、なんかミートが上がるとか、そんな感じなんかな。ちょっと見ていきましょうか。スキルランクは DCBASSS とありますよと。各ランクごとに最大レベル10までレベルアップ可能ですと。だから、ランクは成長できるってことなんかな。もうよくわかんないですけど。まあちょっと後から一回やってみますね。状況に合わせて自動的にスキルが発動されますよと。はあはあはあ、このスキルっていうのはどういうことなんだろう。ちょっと一人やってみましょうか。じゃあ大谷さんで、スキルちょっとやってみますね。これやってみましょうか。スキル無償付与っていうのがあってるのかな。で、1番目のスキルには以下のステータスが付与されますよと。投手だと変化回復、バッターだと選球盗塁がと。ちょっとやってみましょうか。現在の試合がライブシーズンの時盗塁、ライブシーズンの時のみ盗塁1になるということなんだ。で、確率は 41.0% と、これが発動されるのが。なるほど、なるほど。ちょっとレベルアップしてみましょうか。できんのかな？なるほどね。じゃあ、チケットがないとレベルアップできませんよと、いったとこですかね。これがレベルアップされると同時に、リアタイとかでも使えるようになるんかな？よくわかんないですけど、そういうことなんかな。で、まあ、成功率は全部 100% ですよといったところですね。なるほど、なるほど。まあ、だから、スキルのチケットが新たに増えたってことですね。これをどんどん集めてスキルを上げようやっていう話ですね。言うなれば。で、このスキルは3つつけれますよと。で、2番目のスキルには、ピッチャーだったら制球精神と。バッターだったらミート送球といった形でつけれますよと。だから100ダイヤ追加すればいけますよってことですね。はあ、だからやっぱダイヤもやっぱ重要になってきますね。いっぱい集めないといけないですね。で、3番目だと、投手、球威、体力と。で、バッターはパワー、守備が上がりますよと。で、300ダイヤ入れたら、これも、スキルがオープンしますよってことですね。なるほど、なるほど。まあ、このスキルによって、でも、能力が上がるっていうのはでかいっすよね。もうね、言ったらもう全部が100超え。能力が全部100超えになるのも、もう夢じゃないっていう話ですからね。なるほど、なるほど。まず一発目は、スキルが、いけますよということですね。でね、一応ちょっと気になったんですけど、スキルアップデート記念クーポンキャンペーンっていうのも来てまして、これですね、これね、このクーポン交換所はこちらってやつを押してもらったら、このクーポン名と、あと自分の、CS コード、この設定の方のマークに絶対ありますので、これを入れれるだけでね、この、これを入れるだけで、この全部もらえますよと、この1、2、3、4、5、6、6個もらえますよと。いったところで、だ先ほどのね、そのスキルのチケットがもらえますよってことなんで、あとプラチナ選手パックも3枚もらえるんで、これ皆さん誰でももらえますので、全員絶対やってくださいね。お得だと思いますので。で、ちょっと見てみると、スキル変更チケットっていうのもあるので、なんか変更できるんすね。よくわかんないですけど。まあまあまあ、まあ、これもちょっとやりながらっすね、とりあえずは。OK です、OK です、わかりました。まあ、とりあえずこのクーポンキャンペーンもありますので、皆さん絶対引くように、引くっていうか、もらうようにしてくださいね。はい、ちょっとじゃあお知らせの続き見ていきましょうか。2番、メンバーシップパス。はいはい、まあ、なんか、勝ったら、週でなんかもらえますよってことですかね。毎日で100ダイヤ獲得できますよと。この一般のやつは。で、プレミアムのやつは毎日400個のダイヤ獲得できますよと。へぇー。毎日で何日間だろう。28日間、これがもらえるよってことなんで、多分ログインしたらですね。これ、大谷さんじゃない？あ、でも大谷さん目の下にあれやらんよね。アイブラックみたいなの。違うな。オッケーオッケー。まあ、こんだけもらえますよと言ったとこなんでね。まあ、お得なんじゃないかな。料金、値段によっては。ふんふんふん。なるほど、なるほど。で、次、カメラ変わるって言ってましたね。ハイブリッド打撃カメラビューオプションと。走者がいないときは、なんかダイナミック。まあ、その選手によるんでしょうね。セカンドぐらいだったらセカンドに、寄るみたいな形で。
で、走者がいるときはもうあの後ろの定点カメラみたいな、僕がいつもリアタイで使っているような環境のカメラということでしょうね。はい、なるほどですね。なるほど。で、次、改善内容が投手打者のプレイバランスを調整しましたと。はいはい、これがピッチャーがパーフェクト、リリースするときパーフェクトの場合はボールの点滅頻度および投球軌跡の長さが変更されますよと。ほう、なるほどなるほど。まあ、だからあの一概に球威と、そして選球この、ね、変化だからが選化ステータスもこのね、しっかりとあの反映されるようになってますよっていうことですよね。まあ、ちょっとこれリアタイやってみないとわからんすね。うん、ちょっとこれ後ほどやってみましょうか。リアタイもこんなもんかな。あとはあーでこれですね、アップデート記念ログイン、まあ、ログインするだけで21年オール MLB が1日目にもらえますよと。で2日目にスキルチケットラッキードローと。で3日目にこれ、4日目にこれ、5日目にこれともらえますよと。だから皆さんこの5日間絶対ログインするようにしてくれたらこんだけもらえますんでね、やってくれたらと思います。で先ほど言ったあのクーポンキャンペーンですね、はい、っていった形ですかね、大まかな流れとしては。うん、OK、まあそんな感じでしょうね。まあで、なのでまあ今からちょっと確かめてみたいことは、まず実際に変わったリアタイの環境はどんなもんかと、ちょっとやっていきましょうか。 OK、ちょっとやっていきましょうか。僕らは高校ですね、ホームゲームなんで。僕らのピッチャー大谷さんですね。 OK、ちょっとやっていきましょうか。さあどう変わったんかな。ちょっとピッチングはじゃあまずストレートからいきましょうか。インハイにまっすぐ、とりあえずピッチングと、あーなんかすごい一瞬消えたっすね、なんか球が。これじゃあスプリットとかめっちゃ強くなるんじゃないですか、もしかして。一瞬消えましたよね、もう一回見といてください。パーフェクトピッチした時にほらほら消えてる、消える魔球や、すげえ。え、こんなんなんねや。じゃあもうずっとパーフェクトピッチがいいってことかな、今後は。知らんけど、ほらほら消えてる。あーすごいすごい、打ちにくそうっすね、めっちゃ。ほんじゃカーブ、アウトコースにカーブいきましょうか。ボール球で全部売れていいからね。あーまあまあ、あ消えるんだ、これは確かに打ちにくいかもしれないですね。これ捉えれるかな。あー OK です。もうあってことはやっぱ三振も増えるかもわからんですね。確かにこのゲームちょっと三振が減ってきてたんで、この三振がどんどん増えていくかもわからんですね。ピッチングの楽しみが増えていくかもわかりません。あーナイスボー。これでも打者目線どうなんやろな、難しそうやな。これがアジャストできるかどうかの話ですよね。あーやっぱ見えてないですよね。ってことはやっぱり今後も球速いピッチャーが有効的になってくるんかな、このリアタイ環境的には。うん、あーよかった、すごいですほんじゃスプリット行きましょうか。こっちに魔球が何になるかがちょっと楽しみですね。あー OK、 ファースト。あーなるほど、名前増えてますね、リアタイでも名前出るんですね。 OKOK、今誰が守ってますよって感じで。あ、これ見やすくなるかもな。オッケーオッケー、じゃあカットボールいきましょうか。僕このままがいいかな、名前のやつは。うん、オッケー、ナイスボー。なるほどね、これ結構変わりましたね。じゃあちょっとマジ鍛錬しやなあかんっすね。あー打たれた。オッケーオッケー、やっぱ緩い球打たれんな。オッケーオッケー、やっぱ速い球で押してった方がええんかな、今回からは。またこのリアタイ環境的に速い球でいきましょうか。あ、オッケーオッケー。あ、やっぱ速い球が強いんかな、この環境的に。オッケーオッケー。とりあえずじゃあバッターやってみましょうか、とりあえずは。さ、なんかコメントちょっと来てたんですけど、見えづらくなってますっていうコメントもいただいてたんで、さあちょっとやっていきましょうか。どんな感じなんやろうね。あー、なるほど、見えにくくなってますね。でも打ったな。オッケー、ナイスバッティング、アクーニャ。まあ、今回ちょっと勝ち負けは意識せずちょっとやっていきましょうか。今のストレートやったんかな。まあでもある程度打てないことはないのかな、この環境的には。どうやろう、ちょっと見ていこう。他の球種見てないですからね。ボール、オッケーオッケー。確かにちょっと消える魔球感はありますけど、まあでも全然打てなくなりましたよってことはないですね、とりあえずは。あー、やってもた、スライダーか今の。なるほどね、ちょっと変化球とかも見えにくくなったかもわからんですね。張って打った方がいいのかな。なるほどなるほど。さあバッター大谷さんと、ちょっと塁出してね、スキルができるか出るかやってみたいですけども。どうや、落ちひん。タッチアップいけるか。うん、 OKOK、 タッチアップですね。 OK、 さあバッター4番ジャッジ、1点取りましょうか、とりあえず。さあ行きましょう。
まあ、確かに、簡単じゃなくなりましたね、バッティングが。だより一層面白くなった気はしますけどね。落ちないか、落ちひんな。オッケーオッケー。あー、まあまあまあ、で難しくなっちゃいます。まあ今から慣れでしょうね。とりあえずはストレートやと思って三振してほしいけどね。あー、オッケーオッケー、引っ掛けた。サレンドボリサツ、どうやろう、三振取れるんじゃない。ほらほら、そしてオッケー、ナイスピッチン。落ちたんちゃう。あー、落ちひんかな、レンド。これは、あ、落ちない。どうや、あ、これもアウトやろ。あー、延長戦になるな。オッケー、ということでちょっと試合の方もやっていきましたけども、確かにちょっと投手は幅が広がりましたね。ピッチングの幅が広がって、ものすごいバランスは取れてると思います。でバッターもものすごい難しくなったわけじゃないので、もう練習すればね、うまくなりそうな感じだったんで、どうにかこうにか最後打てましたけど、うん、まあ、なのでちょっとね試合の時間が長くなるかもしれないですね。まあ、だから、まあ、変な話、お互いがお互い決め手を書いたら延長18回まで行く可能性もあるので、であればちょっとね、もしこのままであればタイブレイクとか制も入れたら面白いかもわからないですね、今後の流れとしては。まあ OK ということで、ちょっとねスキルの方もちょっと徐々に勉強していけたらなっていうふうに思ってます。でまあ実際ねリアタイでも使えそうな感じだったんで、この大谷さんの盗塁の能力も。だからもしこれができるんだったら結構ね、リアタイ環境的にも話が変わってくると思いますので、もうどんどん面白くなってきてると思います。運営さん、今回のアップデートもありがとうございます。ということでですね、ちょっとまあ簡単な感じでやっていきましたので、また次回からね、まあやってみたいこともいっぱいありますし、まあスキルとかもね、どんな感じがいいよっていうのもお伝えできたらなと。まあてか皆さんも逆に教えてください。僕もよくわからないので。うん、どんなスキルがあるよっていうのも教えてくれたらと思います。はい、じゃあ今回の動画はこちら以上になりますので、次回の動画もお楽しみください。どうもありがとうございました。